アルベルト・ホセ・アルバカーキは、ドミニカ共和国、サン・ペドロ・デマコリス州サン・ペドロ・デマコリス出身の、プロ野球選手。宇ト・右内。ウ2019年現在は、メキシカン・リーグのモンクローバ・スティーラーズ所属。2003年にシカゴ・カブスと契約。トミー・ジョン手術の影響などもあり、デビューは2006年までずれ込んだ。マイナー時代は相次ぐ故障に悩まされ、2007年は、 肘と肩の痛みで二度故障者リストに入り、2008年4月には肩の手術を受けている。2009年にジェフ・ベイカーとのトレードでコロラド・ロッキーズへ移籍。2010年は AA 級タルサ・ドリラーズで防御率4.98に終わり、シーズンオフに FA となった。数球団が獲得に興味を示したが、11月19日に40人枠に、 入れるメジャー契約を提示したデトロイトタイガースへ移籍した2011年6月22日2011年はトリプル A 級トレド・マッド・ヘンズでスタートしたが4月15日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビューリリーフの一員として高等を続けていたが8月12日の試合前の打撃練習で ボルチモアオリオールズのロバート・アンディーノが放った打球を頭部に受け、病院に搬送された。翌日には退院したが、脳震盪による故障者リストに入った。9月4日に故障者リストから復帰した。ルーキーイヤーながら、防御率1.87という好成績を残した。しかし、12月16日に、右肘の手術を受けることが決まり、復帰は、 翌年のオールスター以降になると見られた。2012年7月後半からマイナーでのリハビリ登板を開始し、9月4日に戦列に復帰した。2014年1月17日にタイガースと83満7500ドルの1年契約に合意した。この年はリリーフ陣の一角に定着し、アリーグ10位体となる72試合に投げた。 スライダーへの依存度を強めたことと、三振を奪うのにこだわりすぎなくなったことで、投球内容が安定し、防御率は2.51という高数値をマークした。また、脱三振への色気を見せなくなったとはいえ、依然として高い三振ダッシュ能力を示し、脱三振率は9.9だった。2015年は、3年連続50試合以上となる67試合に、登板したが、 防御率は4.21と悪化した。しかしながら、勝ち運に恵まれて4勝1敗を記録し、3シーズン連続で勝ち越した。12月2日にノンテンダー FA となった。2016年1月19日に、ロサンゼルス・エンゼルスと1年110万ドルで契約を結んだ。開幕は、参加のトリプル A 級ソルトレークビーズで迎えた。5月21日に、 ディエフェとなり、24日に40人枠を外れる形で、AAA 級ソルトレークへ配属された。その後、6月13日にメジャー契約を結んで昇格した。8月8日に再び40人枠外となり、13日に自由契約となった。8月23日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び、 参加の AAA 級タコマレーニアーズへ配属されたが、メジャー昇格はなく、11月7日に FA となった。2017年6月24日2017年1月7日に、カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は、参加の AAA 級オマハストームチェイサーズで迎え、5月10日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが21日に DF となり23日に AA、A、級オマファ配属された7月3日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした7月24日に再び DF 29日に自由契約となった8月4日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び三家の AA、A、級 シャーロットナイツへ配属された。9月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。12月1日にノンテンダー FA となった。2018年1月25日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。7月2日に解雇となる。2019年4月12日にメキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約した。は 常時90マイルパーアワー台中盤から後半を計測するフォーシームとスライダーの二つ。非常に高い脱三振率を誇るが、よし急率も高い。ありがとうございます。